أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله今日また今アハマッ名古屋モスクの今の話を伝えたいと思います。先日イマムがあるドアを教えていただきました。そのドアは、こう言います。ビスミラヒラハマニラヒム。アラハマインニアウズビカミンシャロマアミルトワシャロマラムアマル。そのドアの意味としては、やアラ、この私たちがやったこととやってないことの悪から守ってくださいという意味ですね。このドアはすごくまとめて全部入っているので、まあ、すごくいいドアで、ラスルラサラサラム、モハマッド預言者サラアレサラムはよくドアしてた。で、私たちはドアすると、アラがいつか叶えてくれる。今すぐか、もう後でも、か死んでから、ジャナンに入った、審判の日にも叶えてくれるので、絶対、いっぱいいっぱいドアしましょう。アラが私たちがドアしないと起こるので、アラが私たちはドアするとものすごく好きなんですね。なので、まあ、いっぱいいっぱいドアしましょう。で、ドアすると、まあ、アラが、まあ、その、叶えてくれるので、絶対、いっぱいいっぱいドアしましょう。あとは、そのドア終わったら、みんなアーミンと言いますけども、そのアーミンの正しいの言い方とすると、アーが2ハルカ、2秒。で、ミーンが 4秒ぐらい。だから、アーミーンという言い方が一番正しいです。この、たまに、アーミーン、アーが長すぎると、その意味がちょっと変わるんですよ。アーミーンというと、アーミンの叶えてくれるですかという意味、質問になっちゃうんですね。叶えてくださいというじゃなくて、叶えてくれますかという意味がちょっと変わるので、だからそこが、気をつけてください。ちゃんと、あーが2秒と、みーんが4秒。ね、あーみーんで、一番、正しいの言い方ということです。まあ、私たちが今日聞いたことを、まあ、できるだけやっていきましょう。そしてその他の人にも伝えておきましょう。インシャアラーこれだけで、アッサラムアレイクムワラハマトゥラヒワバラカトゥ。